スマイルって周りの人を楽しい気分にさせたり優しい気持ちにさせる、まるでラブレターをもらった時のように、あったかいスマイルを受け取ると自分もスマイルになってすごく幸せな気持ちになる。そのスマイルはまた人から人へと伝わる。スマイルのリレーは続く、未来へ。ビッグスマイル50周年、思い出のメニューが続々。